性的元気。はい、全国の有識的人気ファンの皆さん、こんにちは。ちゃんと映ってないですけど、プリンボケ、ピンボケ、直しましたね、私も。こんにちは。はい、はい、ということで、今日はこれ、ババン、つつ卒業証書が入ってるわけではございません。あ、とうとう僕も卒業か。ありがとうございました。フィルムなんです。そう、何のフィルムかというと、オープン。このテープ。あのね、これね、フィルムなんですよ。見た目で分かんないねっていうのが、iPad Air 2でございます。 iPad Air 2でございます。 iPad Air 2でございます。あの、リプレイしたわけでございません。さんが言いました。っていうのがね、これ iPad Air 2なんですけど、iPad Air 2を買って、開封動画こちら撮るだけ撮ってあげてないというね。まあ開け開封はいいかと、ちょっと使ってみようと思って、まあこんなちょっと薄さとかはね、この辺ね、エアとエア2、この薄さ、ボタンは一緒なんだけど、ここはもうあのミュートがなくなったんですよ、エアのね。このここ、このね、ここスピーカー部分とマイク部分も違います。こう持った感じはね、軽い、軽いっていうのはすごくわかる。iPad Air と iPad Air 2ではこれぐらいの薄さ、軽さぐらいさであったんですけど、ちょっと使用してみた感じ、個人的には iPad Air 1、普通の iPad Air の方が使いやすかったです。っていうのが、音がね、こもるんですよ、めっちゃ。このスピーカーがここにあるんですけど、一応ステレオスピーカーというのは薄い分ね、こもってね、聞こえにくいんですよ、こう持ってても。前のやつはこう持っててもバン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 普通に聞こえてきたんですよ。なんかね、ここがね、ビビってって音がこもっちゃって、音を今まで以上に上げないとちゃんと聞こえない。あとバッテリーの持ちがすごく悪い。 iPad なのにね、すごい減るなっていう。それはまあ iPad、 普通の前の iPad とかねと比べると、大きいやつね、やつと比べると、それは減りるのはいいのかわかんないけど、 iPad Air からさらにこう持ちが、だからあの普通のこの iPad ミニミニあるじゃないですか、 iPhone5 から6に変えたらすごい持つなっていうイメージあるんですけど、 iPad Air から iPad Air 2がすごくなんか減りが早いんです。ちょっと見てたらもう 70% ぐらいでいっちゃってるんですよ。あれ、これ早いなぁ。どっちかも音があれでしょ、イヤホンする人はあんまり変わんないと思うんですけど、僕みたいに普通にこうスピーカーをかけてる人っていうのは、あれ、ちょっと音悪いな、音悪くなったなっていう、音悪くなったっていうか、こもってここがビビるんですね。この辺がね、ブワン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 っていって、こもって聞こえにくいっていう、そのイメージがすごい大きいんで、それが欠点ですね。まあもちろんタッチ ID ですから、ピューンってこのままね、タッチ ID ですから、まあ押すと入れる。これはまあ、これはまあ確かに便利ですよね。あと薄さと軽さはやっぱこれ抜群です。いいです。メモリーとかもすごい積んでるんで、すごいまあ紙機じゃないかと言われてますけども、その辺がちょっと残念かなと。だからまあパソコンが持てない時はこれでっていう感じで使ってるんで、カバーもね、前のこの蓋ですよ、風呂蓋とかもちゃんとついて使えるんで、あとケースもほとんど iPad Air 2のも一応入ります。薄さって言ってもそんなに変わらないんで、大きさ自体が一緒だね、この大きさ自体が大体入ります。ただ入るんですけども、僕そのままやっぱり使いたいんで、でもまあここが傷入るのが嫌だなということで、これ話もここです。これ表面と、一応こっちが表面のシールね、フィルム、こっちが裏面のフィルムです。裏面のフィルム売ってる最近メーカー少ないんですよ、裏面までね。裏面ってさ、もう透明で軽くでいいんですよ、軽くでいいんですよ。ペタッと貼っといてポンと置くときに傷入ったりするのが嫌だから、フィルムを貼っときたいっていうだけなんですよね。見にくいから分かんないんだけどね、仮で頑張ってみるか。これあの縁の部分ね、ここの部分まで一応こうつながってるんですよ。だから貼るのはすごく難しいと思います。ペタッて貼って、ここのね、角までやる、こう角まで、ここよりも角までね、こうペタッて貼る。多分分かんない、まだ貼ってないか分かんないけど、最初はいいけど、この辺からペロペロ剥がれてくんじゃねっていうイメージはまだあるんですが、まあでもせっかくなんでね、こう角あるやつをちょっと買ってみたいで、貼ってみたいと思います。貼るときはやっぱりこのコロコロでね、やっぱりちゃんとこう拭いてからホコリをね、喋らない方がいいです。本当は風呂場とかでやるのがいいって言いますけどね、ホコリ舞わないですから、湿気あるところでもね。神経質な方はあんまりこういうのしない方がいいと思いますよ、絶対釣れますよ。
すげえこれひっつく。あ、これ赤いやつや、これ赤いやつや、やばいやばい。これは綺麗に用払う、これ綺麗に貼れるやつは職人だね。なんかこう美しさがなくなっちゃうよね。空気がすげえ。これね、密閉度がねかなりすごいのよ。だからこのフィルムはやかんな。これはダメだな。買ってみたものの失敗。まあということで、まあこれ本当にまあちょっと貼るのがプロ級の人のみにしか、上級者向けですこれはね、シールはね。ということで、長々と喋ってきましたが、 iPad Air 2のいいところもあるよっていう話でございました。ということで、それでは皆さん、さよなら。難しいよ。はい、ということで、ゆうすけ的電気ではチャンネル登録、コメント、高評価どん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 募集しています。コメント、高評価、これが原動力になっています。よろしくお願いします。それから Twitter、アメブロ、Facebook、ツイキャス、すべて含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いいたします。